はい、今回はアーシング効果というものについてですねちょっと考えてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますちょっとですね何、えーまあ、て言うのかな説明っていうか、まあ、検証っていうのがまあ難しいんですけど、まあ、少し前からあの、まあ、僕は気になっていて あこのアーシング効果っていうものは結構有名なんで、えー、もしかしたらあのリスナー様もご存知の方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、あのストレス解消とかにもね、えーまあ、役立つっていうことなんですよで。このアーシング効果っていうのは、まあ、何がいいかっていうと全くお金もかからないんですね。で別にハードルがあの高いわけでもないんで、えーまあ、気になった方があのいらっしゃいましたら まあお気軽に試してみ見ていただけるとまあいいんじゃないかなと思って、まあ、僕もあの試そうと思ってるんですけどなかなかねあのこのちょっとお伝えする中で、えー、まあ場所っていうほどじゃないんですけどそれがないんでできないんですけどまあ、どういうことかと。で まず、これって、まあ、ど,どういったことに効果があるのかっていう話なんですが、まあ、僕もですね、まあ、リスナー様もそうですが、まあ、普通にあの、ね、あの日常生活を送っていると、まあ、ストレスっていう今問題があるんですよストレス社会とかっていう言葉を聞くじゃないですか。 だから今あの、生きて過ごしている時点で、たくさんのストレスが、えー、あるんですね。で、ストレスで、まあ、調子が悪くなったりとかっていうのもあるじゃないですか。で、えーまあ、僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそうですが、ストレスをどうにか解消しようかと思ってね、まあ、ストレス解消法とか、まあ、いろいろ多分あるし、まあ、いろいろされると思うんですよ。まあ、テレビを見たりね、まあ、そのゲームをしたりとか、まあ、買い物をしたりとか、まあ、そういった、まあ、いろんなことをするんですが、例えばそういったことを、まあ、いろいろしてみても、なかなかね、こういまいちこうストレスが 解消にならならいい、えー、そういったことまあそれっていうのはまあ人によってっていう部分もあるのかもしれないんですがでまあその例えばストレス解消法の一つにこのアーシングっていうものがあ,のありまして、まあ、このアーシングっていうのはまあな何かっていうとうまあ何て言うのかな まあそのし自然に触れるみたいな感じなんですよ。だから全くお金もかからないしね、別にその何かね、えー、やりにくいとか、えー、試しにくい話っていうことではないんですよ。で、さっきあのお話ししましたけど、 まあ僕たち、まあまあ、現代社会に、まあ、過ごす、まあ、人たちはですねストレスが、えー、多いわけじゃないですかで昔の人っていうのはストレスがお多かったのかっていうことを、まあ、調べると昔の人っていうのはさほどストレスが、まあ、今の現代人よりは、えーまあ、少なかったんですねでその,、まあ、の現,現代人と昔の人の違いっていうのが、えー、あるんですけど昔の人っていうのはあの素足裸足で歩いていたんですよ今はまあ靴履くじゃないですか、まあ、女の人は まあな,な,なんていうのかわかりませんけどああのまあ、ヒールとかまあそういろいろあると思うんですけどとにかくあの靴を履きますね今の人、まあ、僕も履きますしで昔の人っていうのはあの、まあ、素足裸足でで、えー、歩いていたんですよでこれ何を言ってるのかっていうと人間っていうのはまあ素足裸足で、えー、まあ大地に触れることで、えー、調子がよくなるっていうまあことが言われてるんですねこれがあのアーシング効果っていうものなんですよ素足で、えー、まああのまあなんていうの大地 に触れるとっていうで、この大地っていうのが、あ、まあ、ちょっと、まあ、なんていうのかな。 まあ、抽象的なんでちょっと具体的に言うと例えば、えーまあ、足に触れると土とかですよねあとはまあ、えー、足だけではないですけど、まあ、海とかまあ、そういったまあ水とかそういったものに触れるっていうのもこのアーシング効果っていうことなんでなんか土に、えー、足で触れるとかまあ、水海水浴とかですね今ちょっと寒いから、えー、ちょっと厳しいですけどそういったものがストレス解消になるっていうことなん,なんですよだこの目には見えないけどまあ、そういうストレス解消になるなるとで まあこのストレス解消っていうのもね、えー、このストレスっていうのはた、例えばどういうふうにしてたまるのかっていうところで、えー、まあ結構、難しいんですが、まあ、ストレスを溜めるのかっていうか、まあ、ストレスが溜まった結果っていうんですかね、ストレスが溜まった結果、あまああの難しい言葉で交感神経が働いて、副交感神経が働かない状態になるっていうことなんですが、このアーシングっていうね、土を踏んだり、えー、まあ海水浴をしたりすると、えー、まあそういったものの解消。だからつ リストレス解消になるっていうことがまあ言われてるんですよ。ただあの僕もその探していてなかなかないんですけど、土っていうのがなかなかないじゃないですか。うんその。 道っていうか歩いていてもね、えーまあ、道路ですから土がないんでだその土があったらその土の上を、えー、素足裸足しで歩くとか、えーそのまあ、寒いですけど海水浴をするとか、まあ、そういったことがあの、まあ、いいとされているんですよこれされているっていうことなんで,でかっていうと別に僕が開発したわけじゃないんで、まあ、こういった話がありましてあこれはあのいい話じゃないかなと思って、えー、そういうことでお伝えしてるんですけれどもあともう一つこのアーシングの効果アーシング効果っていうものと がされてておりまして睡眠不足にもあのまあ、いいとされているんですね。だからなかなか寝つきが悪いという方も、えー、いらっしゃいますが例えばこの土に、えー、足をまあ、入れるなりまあ、ちょっと海水浴というのは、ね、ちょっと難しいですけどでこのまあ、人間の睡眠、えー、睡眠に関してもこの交感神経、副交感神経が、えー、深く、えー、関係しており、えー、このアーシングすることでね、えー、副交感 神経の助けになるということで睡眠が、えー、まあ、えー よより良いい睡眠になるるとうことが、まあ、言われてるんですよだからこのアーシング効果っていうのをあの聞いたことがある方いらっしゃるかもしれないですし、まあ、僕もあの、ね、これをやろうと思ってなかなか土がないんでねあと、まあ、水っていうのも寒いじゃないですかで海っていうのもないんですけれども、まあ、何か、えーまあ、リスナー様がこういったものに関心を持っている方いらっしゃるかもしれないですし、まあ、すでにあの実行っていうかされている方もいらっしゃるかと思いますあので、まあ、ちょっと前からあの気になっている内容いう ということで、えー、まあ僕の、えー、分かる限りなんですけど、まあえー、解釈をお伝えさせていただきました。えー、まあ何かしらですね、ストレス解消とかの、えー、参考一つにでもなっていただければ何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。